暴走王冠は、千葉県船橋市宮本から、立山市、宮城まで通じる街道である。別所で、房州道、和佐道、暴走西街道などがある。千葉県の内房の大部分を通っており、現在は、多くの国道や主要地方道が踏襲し、船橋市や千葉市、市原市、立山市など多くの市町村を経由する。正確な成立年は不明だが、 江戸時代初期には確立しており、外房の稲房州通王間、銚子街道、成田街道とともに、房総半島の生活路、輸送路として中心的役割を果たした。現在の千葉県の南北を結ぶ大規模な街道のため、古くは房州道、カ佐国の中心があった富津市や木更津市周辺を指して、カ佐道や木更津道、中世では鎌倉に至る道として、 鎌倉道と記されることもあった。なお、江戸幕府の確立以降は、江戸の開発により、船橋から江戸川は行徳道や江戸道と接続しており、小松川を経由して浅草や日本橋に通じていた。現在は東京都江戸川区東小松川交差点から千葉県千葉市中央区広小路交差点までは千葉県道路愛証明により、 千葉街道として構成されており、行と区道と暴走王冠を統一して故障している。なお、それより以南では正式の愛称名をつけられていない。旧市街地を通過するため線形は悪く、車道は狭く歩道が存在しない箇所がほとんどである。特に、木更津以降の山岳地域では、道が狭く、交通が不便であったため輸送する際の多くは、船で輸送した。 船橋や千葉などの古くから栄える町では藩を中心に維持、管理していたが、港や勝山など山岳地域では地元の住民により舗装の維持をされていたため、総括的に管理されていない。明治期以降は水道を設置され馬車などが通行したが、現在ではその多くを廃止して、明治期の線形に沿うように国道127号が建設された。なお、 原独地震や関東地震などの東京湾地下の相模トラフ巨大地震、慶長地震などの暴走沖地震、千葉県東方沖地震など、千葉県周辺の地震による流気、沈没、土砂崩れや樹木の倒壊による道の崩壊、海岸線間際の崖や砂場に現地の住民が道を敷設したため、道順の変化が多々起きており正確な痕跡が残されていない。しかし、 明治期以降は、軍事面の役割を高めるために、国道として正式に整備され始め、各地で内房線とともにその役割は増進した。その際に、木更津市、桜谷、君津市南小安、富津市亀沢を経由する街道を、暴走西街道として指定された。なお、太平洋戦争後は、モーターリゼーションなどにより、自動車が普及したため、 特に高度経済成長期に海岸線間際に付設されていた街道が整備された。それにより、船橋、奈良市の千葉、市原の海岸が埋め立てられたことで、現在の4車線のバイパス道路が建設されることになった。各地で現在の国道と千葉街道と旧千葉街道として残る暴走王冠が入り乱れている箇所が多々存在する。また、千葉中央区では、 千葉県全体に接続する多くの街道と接続している。当項目では近世以降の暴走王冠に関して記述する。暴走王冠振動起点の船橋市宮本五丁目、船橋大臣宮下交差点では東船橋駅方面に成田街道、東岸で成な街道と分岐している。その後、千葉街道として国道14号を奈良市の方面に 市街地を過ぎると、京葉道路幕張インターチェンジに至る。その後、県道57号方面に分岐し、幕張町付近でそれる。なお、京成幕張駅付近のアンダーパースにより一部が、途切れる。花見川区ケミ川町付近では、古代の街道と中世以降の街道とで入り混じり、稲毛区は、大の公園付近では一部が途切れる。稲毛浅間神社手前に出ると、ここから、 穴川方面へ至る。県道134号と県道133号を進み、遠征十字路で県道72号9道を進み、稲毛区役所前に出る。その後直進すると、天台駅に出て、国道126号を進む。その後、東千葉駅付近で分岐をするが、街道跡は駅と化しているため通行は不可である。院内小学校入り口で、 再び国道126号と合流して、しばらくすると、広小路交差点に出る。なお、広小路交差点では、桜街道、山戸橋交差点では、長子道、県庁前駅交差点では、大網街道と接続している。港町交差点以降は、国道357号と並行して、市街地を通過し、 しばらくすると旧西浜町中心街の県道66号の浜の付近に出る。ここで賀某州通王間と分岐する。直後の村田川で下宇佐国から上佐国に入る。それより以降は国道16号と並行しており、内房線とともに市街地を通過、県道287号、県道87号、県道270号を進む。 県道長須賀付近で木更津駅方面に曲がり、木更津以南では再び国道16号と並行するが、旗沢付近で曲がるとそこから消失区間が続く。君津駅を過ぎると県道157号と重なるが、農道と分岐し、ふ月吉園付近から消失区間が始まる。亀沢付近で国道127号が踏襲するが、 佐抜町駅で県道256号が踏襲する。富津市和佐港駅付近から南房総市富浦町、ただ両まで国道127号がほぼ踏襲しており、そこから終点までは県道302号と国道410号が市街地を通過する。ありがとうございます。